今回のお話は、父親が家から出ていき、母親も病気で失ってしまった新道寺と葵、両親を失った2人は孤児院に引き取られることになった。そして大人になった新道寺は父親に復讐するためにマフィアに入った。葵は警察官として政治家のボディーガードをすることに。果たして2人の人生はどうなってしまうのか。この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をしてね。それでは本編スタート。なんでそんなこと言うのパパ。ママうるせえお前ら。痛いよパパ。何すんだよ。気安くパパと呼ぶな。私はお前たちの親じゃない。絶対に認めない。パパ僕たちのパパはパパだよ。うるせえ泣くんじゃねえ。ワンは泣くんじゃない。なんで私がお前たちの世話なんてしなければならないんだ。あの女が勝手に産んでできたお前たちは絶対に認めない。なんでそんなこと言うの。やばー、僕たちのパパでしょ。パパと呼ぶなと言ってるぞ。だよパパ。あなた何してるの。ママ、ママパパがぶってくるんだよ。なんで子供に手をあげるの。ああ、お前が勝手に産んだんだろ。なんで私がこいつらの世話をしなきゃならないんだ。それは私が今体調があまり良くなくて。そんなの関係ねえ。お前がこいつらの世話をしろ。やめて、ママのことぶたないで。ギャーギャーうるせえんだよ。やめて。私の世話は私がしっかりやりますから殴らないでください。はあ、本当にうるせえな。お前みたいな女抱くんじゃなかったよ。私はもう他の町へ引っ越すことになったから。私はもうここを出る。もう支援はしないからな。そんな、どうやって生きていけば。そんなの知るかよ。勝手に子育てでもしときな。じゃあな。パパー、パパー、パパが行っちゃった。ママ、これからどうするの。大丈夫よ。あなたたちのことは私が守るわ。あんたちは生まれてこなきゃよかったの。そうなの、ママ。いいえ、そんなことないわ。私はあなたたちのことを産んでよかったと思ってる。あなたたちが大人になるまで、ママはしっかりと面倒見るからね。頑張って働くから。あなたたちは余計なことを考えず、いっぱい遊んで大きくなればいいからね。ママー、ママー、ママー、お仕事手伝おうか。手伝おうか。あら、あなたたち、ありがとう。でも大丈夫よ、私一人でできるから。家庭でやった方が早いよ。そうだよ、そうだよ、俺たちも手伝うよ。あら、本当に。じゃあ甘えちゃおうかな。無理はしないでね。うん、お手伝い大好き。任せて任せて、こんなの簡単だよ。よいしょよいしょよいしょ。よしよし、葵ちゃんいっぱい取ろう。うん、いっぱい取るぞ。じゃあちょうだい。ダメだよ、これ俺が取ったやつだから。こらこら、喧嘩はダメよ。どっちがいっぱい取れるか競争だ。よし、競争するぞ。いくぞ。いっぱい取ってやる、いっぱい取ってやる。ほら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 、もうだダメだって。え、なんで、それなんで、何やってんの。俺が取ったやつ取ってるだけじゃん。うん、そうだよ。あらあら、二人ともいっぱい取ってくれてるのね、ありがとう。でも葵ちゃん取られちゃった、いっぱい。しんちゃんが取るのが遅いんだよ。ママどうしたの。ママ大丈夫、お腹痛いの。ママ大丈夫よ、気にしないで。ちょっとママ具合が悪いからお家に帰るわね。あとは青たちがやっとくから、ママは休んでていいよ。任して、俺たちが全部取っておくから。任して、ゆっくりして。ママありがとう。じゃああとは頼んだわね。うん、ママ大丈夫かな。ママ最近すごく体調悪そうだね。うん、
やっぱり俺たちのせいなのかな。どうしよう。パパいなくなっちゃったし、ママずっと働きっぱなしだし。どうしよう。ママが病気になっちゃったら。ママ。ママ。ママ。あれ？ママ大丈夫？ママ。ママ。あなたたち。ママね、もう二人と一緒にいられないかもしれないわ。え？どうして？何言ってんのママ。ママね、もうずっと具合が悪くて、でもね、あなたたちが大人になるまで頑張ろうと思ってたんだけど、もうこれ以上は無理かもしれないわ。ママ何言ってんだよ。なんで？そんなこと言わないでよ。本当にごめんなさい。私がもっとしっかりしていればこんなことにならなかったのに、あなたたちに生まれたことを後悔させたくなかったの。ママ、俺たちはママの元に生まれてきてよかったよ。ママ、やだ。本当にごめんなさい。でもあの人は悪くないの。だから二人とも元気で生きていくのよ。やだよ、ママ。そんなこと言わないでよ。ママ。ママ。ママ。パパもいなくなっちゃったし、俺たちどうなっちゃうんだろう。パパたちもこのまま死んじゃうの。死んじゃわないよ。どうにかするしかないよ。どうにかってどうするの。でもママがこうなったらもう全部あいつのせいだ。いや、ママがああなったのも全部あいつのせいだよ、葵ちゃん。でも、ごめんください。え、誰か来たよ。誰？誰？あの、どなたですか？私は孤児院の院長よ。あなたたち、お母さん亡くなっちゃったでしょ。だから、あなたたちを引き取りに来たの。え、やだよ。だって、ここが僕たちの家だよ。なんでそんなことするの？やだ、どこにも行かない。でもそうはいかないのよね。子供もあなたたちにはわからないかもしれないけど、これがルールなの。誰が決めたんだよ、そんなルール。俺たちは絶対に行かないぞ。でもあなたたち、このままだと飢え死にしちゃうわよ。あなたたち何もできないでしょ。あなたちも二人で生きられば。そうだそうだ。畑があるからご飯だって食べれるわ。そうね。でもあの畑もこのお家もあなたたちのお父さんが全部売却しちゃったのよ。え、どういうこと？パパが。なんで？全部売っちゃったってこと？そうよ。だからあなたたちが住む場所もなくなっちゃうのよ。なんで？どうにかできないの？そうだそうだ。どうにかしてあげたい気持ちはやまやまだけどね。でもね、このルールはね、あなたたちのお父さんの政策なのよ。え？政策？何言ってんだ？よくわかんないけど、パパが全部決めたってこと？そうね。でも、暖かいお家で暖かいご飯も食べられるから、不自由しないわよ。わかりました。葵ちゃん、仕方ないよ。この人についていこう。やだ！行かないわ！葵ちゃん、ダメだって。もうこの家にも住めないんだよ。だってここは青たちのお家なのに。そんな難しいことわかんない。わかんないよ。ダメだって。俺たちのパパが決めたことなんだって。やだやだ。あなた
たちは不憫ね。まあでもあの人が父親なら仕方ないわよね。え、おばさんは俺たちのパパのことをよく知ってるんですか？え、知ってるも何も。まあ、あなたたちも大きくなったらわかることよ。さあ、行きましょう。ついてきて。はーい、葵ちゃん、行こう。ご飯食べれなくて、俺たちも死んじゃうよ。しんちゃんは行くの？もう行くしかないよ。それに気になることもあるんだ。あいつのことあのおばちゃんいろいろ知ってそうだから、あのおばちゃんについて行ってあいつのこと調べようよ。全部あいつのせいなんだ。だから葵ちゃん今は我慢しよう。行こう葵ちゃん。さ、行くわよ。はい、葵ちゃん行くよ。あなたたちも大きくなったわね。院長先生のおかげです。今まで育ててくれてありがとうございます。でももうそろそろ卒業の時期よ。え、そうなの？卒業ってあるの？そうよ、大人になるまでここにいるわけにはいかないからね。え、じゃああなたたちどうするの？これから。そうだよ、どうすればいいの？町に出てお仕事をするのよ。そっか、じゃあ、おいちゃん、町に出て仕事探すしかないね。まあ、町にお仕事たくさんあるから大丈夫よ。わかった。じゃあ、俺たちももう大人になったしね。ここにずっといることはできないの？そうね。私もずっとあなたたちと一緒にいたい気持ちはあるんだけど、これも制作のうちだから、私はどうにもできないわよ。そっか。でもその制作っていうのは俺たちのパパがやってるんだよね。そうよ、あの人はね、立派な政治家さんなのよ。政治家？政治家？俺たちのパパは政治家なの？え、そうよ。あれ、言ってなかったかしら？俺たちのパパ政治家だって。知らなかった。まあ、町に出たらわかることよ。さあ、二人とも頑張ってね。はい。はい。頑張ります。葵ちゃん、俺たちのパパって政治家だったんだね。うん。知らなかったよ。それにここから卒業する日が来るだなんて。そうだね、でも仕方ないよね。しんちゃんはこれからどうするの？そうだな、俺一つ考えてたことがあるんだ。おいちゃん、やっぱりママの敵討ちしたいんだよね。だからね、俺町に出て敵討ちする方法を探そうと思うんだ。ダメだよ、そんなこと考え。でも、あいつのせいでママは死んじゃったんだよ。いいの？そうだけど、でもそんなことしたらしんちゃんも同じになっちゃうよ。それでも、俺、あいつのこと絶対許せないんだよ。大人になるまで、いろいろ考えたけど、あいつが政治家なら、きっと町のどこかにいる。だからね、葵ちゃん、俺、この孤児院卒業する前に、もう出るよ。え、そんな、あおも行く。いや、ダメだ。いいことを一つ考えたんだけど、葵ちゃんには迷惑かけれないし、もしかしたら危険な目に遭うかもしれないから。葵ちゃん、ここでお別れだ。俺はあいつを探す。じゃあね、葵ちゃん。しんちゃん、待ってよ。しんちゃん。はぁ、警察になって、もう1年が経つのか。しんちゃん、どこ行っちゃったんだろう。でも、きっと町に出てきてるはずだから、いつかきっと再会できるよね。よし、それまで立派な警察官になって待ってよ。葵くん、葵くん。お、先輩、どうしたんですか？いや、ちょっと今度頼み事があってね。はい、なんでしょう。マイケル議員の警備を頼みたいんだけど。え、マイケル議員？なんかここ最近マフィアとかに狙われてるらしくてね、ちょっと警備をしてくれってことなんだけど。え、青がパパの護衛をするってこと？でもどうしてマフィアなんかに狙われてるんですか？いや、あの人政治家して結構長いんだけど、いや結構悪いことをしてるらしくてさ。悪いこと？土地の売買とか
なんか愛人がたくさんいたりとか、恨み買うこといっぱいしてるって噂だよ。なるほど、それでマフィアに。で、なんか今回は重役の人と取引があるみたいで、その時のボディーガードを頼まれたんだけど、いや俺が行きたかったんだけどさ、ちょっと別件で行けなくなっちゃって。アイくん頼めないかな。はい、わかりました。じゃあ頼んだよ。ったく、いつまで待たせんだよボディーガードよ。こっちは金払ってんだから急いで来いよ。すいません、遅れました。はぁ、あ、お前誰を待たせたと思ってんだ。すいません。政治家だぞ、国会議員なんだぞ。お前の首なんて一発で飛ばせるんだからな。申し訳ございません。人になんで新人なんて呼ばすんだよ。まあいい、今から埠頭の方に行くから、お前は俺のボディーガードしろ。盾になるんだ、何があっても私のことを守るんだぞ。はい、わかりました。あれもしかしてガイのこと気づいてない？少しお聞きしたいことがあるんですが。はぁ？私のこと覚えていらっしゃいますか？はぁ？誰だよお前、覚えてるわけねえだろ。そうですよね。申し訳ございません。ったく、無駄口叩いてんじゃねえよ。さっさと行くぞ。はい。ったく、よし、ここだ。誰もいないな。よし、お前はここで見張ってろ。私は今から重役と取引がある。お前はここで誰も来ないように見張っておけ。失礼ですが、一体何の取引をなさるつもりですか？それもこんなところで。はぁ、ごちゃ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 さっきから聞いてくんじゃねえよ。お前は知らなくていいんだよ。ここで見張っとけって。誰も近づけさせんなよ。はい、すいません、出過ぎた真似をしました。そうだよ、ったく。一体こんなところで何の取引をするつもりなんだろう。それに青のことも覚えてなかったみたいだし。よし、この不当のはずだ。あいつは絶対にここに来る。一体どこにいるんだ。まずい、人がいる。誰だ。まずい、見つかっちまったか。そこにいるのは分かっている、出てこい。くそ、あの警備員みたいなやつをやるしかないのか。出てこないと撃つぞ。くそ、仕方ないな。お前、命が惜しかったらこの場から去るんだ。あれもしかしてしんちゃん。え、もしかしてボイちゃん、このとこで何してんの。しんちゃん、もしかしてその格好マフィアになっちゃったの。葵ちゃんこそまさか警官をやってるなんて。しんちゃん、なんでマフィアになんかなっちゃったんだよ。それはあいつを殺すためだ。俺、孤児院の時にずっと考えてたんだよ、あいつを殺すためにどうしたらいいかって。だからこの町に来てマフィアに入ったんだ。そんな、しんちゃんはなんで今ここにいるの。葵ちゃんこそなんでこんなとこにいるんだよ。その先にいるんだろう、俺たちの父親が。分かってるんだ。やめて、しんちゃん、ここから先に来ないで。なんでだよ。しんちゃんを殺さなきゃいけなくなってしまう。なんであんなやつかばうんだよ。あいつは俺たちのママを殺したんだぞ。分かってんのか、葵ちゃん。あんなやつ守る価値なんてねえよ。分かってる、分かってるけど。だったらそこをどいてくれよ。俺がママの敵討ちをする。しんちゃんやめて。しんちゃんを人殺しなんてさせたくない。葵ちゃん、あいつは今頃金のことしか考えてないはずだ。今日の取引、あいつが何してんのか分かってんのか今。それはあいつはな、この町の市議会議員から賄賂をもらってるんだ。なんだって。この賄賂を使って次々と愛人を作って俺たちみたいな子供が生まれてるんだ。いいのか、許せんのか、そんなやつ。だからどいてくれ、葵ちゃん。そこをどかないと俺は葵ちゃんのこと撃ってしまう。でもしんちゃん、ダメだよ。もう分からずやめ。仕方ない、俺はあいつを絶対に殺す。葵ちゃん、葵ちゃんに怪我をさせるかもしれないけど俺は撃つしかない。しんちゃん、やめて。
どうですかマイケル議員、この金の量素晴らしいでしょう。いや素晴らしいね君、よく集めてくれた。いやいやいや、これもマイケル議員のためですよ。何卒お願いします。これからも。ああ任せてくれ、こんだけあれば十分支援してあげようじゃないか。ありがとうございます。これからもご引きにどうぞよろしくお願いします。そんな固くならずに。そこまでだそこまでだ。なんですかこの声は。お、なんだ、誰かいるのか。誰だ、出てこい。取引をやめろこのクソやじめ。なぜ君がここにいるんだ。そしてマフィア。え、なんだ、誰が撃ったんだ。どうなってるの。話は聞かせてもらったぜ。誰だ。え、先輩。いやちょっとな、俺の方の仕事が先に終わってな。葵ちゃん、誰なんだこいつ。上司なの。上司。事情は分かった。葵くん、行ってきたまえ。え、どういうことですか。ここから先のことに関しては私が全部目をつぶる。だからお母さんの敵討ちをしてきなさい。いいのか。ああ先輩、ありがとうございます。しーちゃん行こう。わかった、ありがとう。よし行こう葵ちゃん。葵くんたち、グッドラック。あのマイケル君、これは一体どういうことですか。なぜここに。おいお前、俺の顔に見覚えはないのか。は、何を言っている。さっきも言ったが知るわけないだろう。本当にこいつ覚えてないんだな俺たちのこと。こいつは青たちのことなんて興味ないよしんちゃん。本当に覚えてないのか。だから覚えてないと言ってるだろ。誰なんだ君たちは。俺たちはな、お前の子供だよ。子供。私に子供などいない。うるさいな。お前は俺たちが小さい頃、子供だった俺たちを捨てたんだ。そして俺たちの母親は死んだ。お前のせいでな。何を言ってるんだ、わけのわからないことを。ダメだこいつ、本当に何も覚えてない。葵ちゃん、こういうやつなんだよこいつは。それに見てみろ、後ろの金を。あいつは腐った金でこの町の政治をやってるんだ。もうあいつをやるしかない。しんちゃん、もうママの敵を撃ちたい。おい、まず何を言ってるんだ。お前は私のボディーガードだろ。早くそいつを捕まえろ。もう警察側にお前の悪事を伝ってるんだよ。マイケル議員、話が違います。私は何も知りませんからね。おい待ちなさい。お前たちのせいで。うるさい。お前散々悪さをしといて、葵ちゃんママの敵討ちを撃とう。うん、しんちゃん行くぞ。葵ちゃんママの敵だ。やめろ。葵ちゃんついにやったぞ、ママの敵を撃ったんだ。うん、しんちゃん、でも青たち、これじゃ犯罪者だよ。大丈夫葵ちゃん、もともと俺には考えがあるんだ。え、俺がこの罪を全部被る。だから葵ちゃん俺のこと追いかけてくれ。犯罪者は俺一人でいい、俺が撃ったことにしてくれ。え、でもそれじゃしんちゃんが。いいんだ葵ちゃん、俺はママの敵討ちをしたかっただけだ。でも青、いつか偉くなってしんちゃんのこと絶対分かった。ありがとう、葵ちゃん。どんな立場になっても、俺たちは兄弟だ。じゃあね、葵ちゃん。しんちゃん！数年後。捕まって、もう何年になるんだろう。でも、ママの敵討ちができたんだ。この刑務所で、残りの人生を全うしよう。おい、囚人番号2308番。出ろ。なんだよ。もう俺は今から寝るんだよ。あれ？え？葵ちゃん？しんちゃん、待たせてごめんね。どういうこと？助けに来たよ。葵ちゃん、本当に助けに来てくれたんだ。これから先はずっと一緒だよ。ありがとう。ありがとう。さあしんちゃん、ここから出よう。うん。